皆さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。今回やっていく内容は前回予告した通り SST を開発、それも拡大スペシャルです。まあ、ただ単に私が10分以内の動画にまとめきれる気がしないからってだけですが。で、その前に、パート40で予告してたあれを公開しちゃいます。そう、パート50記念のあれですね。そしてありがたいことに、登録者数50人記念の予定が64人突破記念になりました。嬉しい誤算だね。しかもチャンネルの総再生回数6000回突破記念まで兼ねることができました。皆様本当にありがとうございます。さあ、さすがにこれ以上引っ張ると怒られちゃいそうなので公開しましょう。パート50記念、系外惑星探査計画オープニングです。いかがでしたでしょうか。パート40時点での私の全力を出して編集してみました。この時のメイキング元い解説動画は忘れてなければ明後日公開します。この動画を出すタイミングの予定がイレギュラーなのを忘れていなければ2020年12月20日日曜日です。お楽しみに。ということで本題の実況に移っていきましょう。今私はテストワールドの方に来ています。そして今映っているこの SST を、こちらはブルーベリー級 SST を開発コードネームルイスです。と、一応用と紹介したのはいいんですが、これ失敗作なんですよね。ですね。順番に考えていきましょう。教えていただいた2種エンジン混在型、あれはウィップラッシュ型の組み合わせが想定されたコメントでした。ウィップラッシュは高高度でも大推力を発揮できる優れものなジェットエンジン。ちょっと待って、失敗作なのは知ってたけどここまで失敗する。ひっくり返ってるんですけど、外側のエンジン止まっちゃってるし、もういい、スイーベルだったかリライアントだったか忘れたけど点火。無理っぽい、燃料切れまでどうにかできないかあがいてみます。で、話を戻しましょう、ウィップラッシュとダートの SST 号ですね。ダートエンジンの方は、とにかく軽いんです。めちゃくちゃ軽い上に大推力を出せるんです。しかも燃費がめっちゃいいんです。まさに SST 号用ロケットエンジン。なんだけどねー。一つだけ大問題があるんです。はい、施設レベルですね。研究開発センターレベル最大じゃないと使えないんですよ、このエンジンたち。つまり、今の私には手が届かない代物なんです。参ったなぁ。ここで OPT というモッドが入っていたらいくらでもやりようがあるらしいんですが、残念ながら私の環境には入ってません。入れればいいじゃんって話なんですが、それだとこの動画の投稿が間に合わないっていう。なのでほぼほぼストックのパーツで実現するしかないんです。なんか無理な気がしてきた。そうだな。補助系として前回入れた RCS ビルドエイド、エディターエクステンションリダックスで開発はしやすくするとして、あとはプイークスケールぐらいかな。大きくしてもあんまり意味ないと思うけど。はい、着水。初チャレンジはご覧のありさまで、しかもこれマシな方っていう。ということでかなり小型化してきます。小型化してきました。マーク3をマーク2に、マーク2をマーク1にしました。そしてさらに冷凍装備、これで頑張ってみるとしましょう。はい、テイクオフ。こう見るとかなり小型化したのがわかると思います。さて、続きっと、今回からアトモスフィアオートパイロットのフライバイワイヤ制御を多用していきます。コンピュータによる処理を一段かませてやることで大幅に操縦しやすくなります。使うモッドはこれくらいかな。あと救出ミッションの機体を丸ごと掴むためのアームぐらいですね。これは単純にストックの先進的グラビングユニット劣化版なのでノーカンってことでお願いします。さてそれじゃあ、ようやくですね、機体の解説に移っていきます。まず名前、私名前決めるセンスあんまりないので適当です。で、サイズ感が一目で見てわかる名前にしようって考えたわけですが、大型、小型、超小型とかじゃなんだか味気ないじゃないですか。なのでない頭を絞って考えた結果、果物の名前を取ってくることになりました。論定ではありますが、超小型ブルーベリー級、小型チェリー級、中型ストロベリー級、大型レモン級、超大型ピーチ級、ぐらい作っておけば多分足りるでしょう。そして肝心の名前、これは最近機関ミッションを成功させたハヤブサにあやかって、しばらくの間は鳥の名前にしようと思います。ちなみにこの機体のコードネームがウグイスなのには確認にはありません。というか完成した暁には別の名前を与える予定ですし。で、このウグイス、まずはペイロードの選定から始めましょう。今回目的とするのは救助ミッションを安く仕上げること。資金1万5000ぐらいで行って帰ってこれたら OK です。
あ、この数字は機体価格じゃないですよ。燃料や透過式タンク、冷凍などの消耗品の価格です。このくらいの価格ならどこも釣りが来るでしょう。はい、着水。もっと水力が必要ですね。ジェットエンジンを増やし、ロケットエンジンをなんと側面配置にしちゃいました。これで打ち上げていきましょう。あ、そうそう、このタイミングでタイヤを小型に変更しています。落とせる重量は貪欲に削っていこうという考えの結果ですね。削られた安全性は私がないプレイスキルでどうにかします。はい、試験開始。そうですね、エンジンの話がさっき出てきましたし、エンジン見ていきましょうか。さっきから見えている黒いエンジンはパンサーというエンジンです。ひっくり返っちゃったので修正しつつ、パンサーの特性を考えていきましょう。パンサーはアフターバーナーと呼ばれる機能がついたジェットエンジンです。これをすると燃料をどんどん食ってしまう代わりに大きな水力を得られます。ストックではこれができるのはパンサーだけかな。でも元々が非力なエンジンなのでウィップラッシュ使った方が早いです。他にもストックではジュノー、ウィーズリー、ゴライアスというジェットエンジンがあるにはあるのですが、ジュノーとウィーズリーはパンサーより非力ですので採用するわけにはいきません。ゴライアスはでかくて水力もありますが重いです。これならパンサーをブイークスケールで拡大した方がマシだと思います。ということでストックでは施設レベル2ならパンサー一択ですね。まあ普通に施設レベルマックスにした方がいいと思います。私みたいに難易度ハードとかでやってる人にならこの動画参考になるかな。で、画面では何を思ったかカナードつけてますね。エンテ型にしたところでこの形では多分大した意味はないかと。そもそも非力なエンジンでやることじゃありません。サットエンジンも非力で非水力も微妙ですからね。そのくせ重い。上に切り離しできるエンジンつけてみました。ツイッターで言ってた P38 のアイディアってのはこれです。機体2つ引っ付けたらいい感じになるんじゃない?っていうアイディア。双発双動機はやりません。少なくともパンサーではいけたとしても周回軌道までペイロードレートンでアップアップですからね。もっと強力なエンジンが来たらまた考えます。で、今度はゴディアップというエンジンをつけてみました。このエンジン、それなりに水力あるのでなんとかうまくいかないかなと、向かい角一気に立って高高度まで駆け上がります。もちろんアフターバーナーはちゃんと炊きます。ここでできるだけ燃料節約するのが味噌だねー。ゴディアップはタイプ中の非水力に優れたエンジンとはいえできるだけ高高度に上がってから使いたいです。高度 6000m、そろそろですかね。ゴディアップを逆噴射して微妙に加速していきます。ここでスロットを別々に操作するので、何かいい方法ないかなと思ってたんですが、ついにありました。独立スロットルに設定すると別々で操作できます。この時はまだ知りませんでしたが、そのうち多分適用される場面が来ます。はい、そろそろ燃料が降ってきましたね。一体燃料切れちゃったのでもう分離します。後で調整した方がいいかな。さあ、走行行ってるうちに高度14000m、できるだけパンサーで加速。とか思ってましたが多分向かい角を大きくして駆け上がった方がいいです。ロケットエンジンの非水力の方がダイレクトに響いてくるので、低空はさっさと駆け抜けましょう。そしてようやく、高度20000m突破。長かった。そしていつもならここで動画を締めちゃうんですが、今回は拡大スペシャル、まだまだ開発続けて実用化まで1本に収めちゃいますよ。はい、ついに宇宙空間到達です。初めてここまで行けました。嬉しくて思わず報告ツイートしちゃったのを覚えてます。さあ、燃料足りないですが再突入も練習しましょう。多分今のうちに感覚掴んでおいた方がいいよねー。意外とすんなり行けました。着陸の練習もしましょうか。着水直前でスロットルアップして機種上げ。あ、そうだ。昔の私みたいに勘違いしてる人がいるかもしれないので一つ豆知識。着陸直前には確かにピッチ操作もやるでしょうが、基本スロットル操作で機種の方向を決めるらしいです。言われてみれば納得、失速しすぎてピッチが不安定になるのは避けたいですからね。とは言っても、よく考えたらもう燃料使い切ってましたね。こうなったらピッチ操作だけで悪あがきしてみます。ドラッグシュートあるし平気平気。まだまだ機種上げるぞ。ドラッグシュートも全開。タイヤが沈んでいく。はい、シュールな光景も撮影できたので改良してきます。あ、サムネ候補にここ使ってもいいかも。形をちょっと変えてきました。これで打ち上げてみましょう。早速打ち上げ。離陸滑走は効率のいい通常モードで加速します。っていうかめっちゃゴヨンゴヨン動いてる。ちなみにこれ、最後まで解消されません。多分大型以上のタイヤが必要でしょうね。まあ、重いのでやりませんか。はい、アフターバーナー点火。この辺りになると私もようやく学習してきて、向かい角を大きく取るようになってます。本当は800メートル毎秒ぐらいまでパンサーで加速したいんですけどね。機体重量的に不可能なのでマッハいかないぐらいで我慢します。走行行ってるうちに1万メートル突破。
パンサーもやればできるってところを見せていただきましょう。独立スロットにて調節し、いろいろいじくってます。まあ多分逆出力で電力上昇した方がいいんですけどね。この時の私はまだ知りません。さあ、どんどん上がっていきます。しかし、この辺りでゴビアックの限界が見えてきたのも事実。水力重量比は良好なのですが、いかんせん水力が足りません。燃料を増やせばデルタ V は改善しますが、そうするとパンサーで持ち上げきれません。ほら、もう酸化剤使い切っちゃった。仕方がないのでさらに 3% を積んで改善を狙います。こいつで中高度を駆け上がり、高比水力状態でゴビアックの軌道を狙いましょう。重い、やっぱりこうなるよね。でもどうにもしようがないのでこのままテストします。で、ゴビアックですね。なんとかして非水力を稼がないと、本当に燃料が足りません。でも水力を落とすとそもそも飛び立てません。困った。本当はクワッドアダプターをつけて水力アップを狙いたいんですが、クワッドアダプターも解放できないんでちょっと。速度が出てくると要操作が非常に敏感になります。多分タイヤのせいです。こればっかりはどうしようもないね。なんとか上がってきました。3% してに受けたにしましょう。つむつむ、まずは順調な滑りだし。ただし機種差でモーメントがめっちゃ大きいと。これではどうしようもないですね。ゴビアックで抵抗してますが焼け石に水です。と、ここでツイッターのフォロワーさんから有力情報をいただきました。なんとなんと、パンサーで SSTO、可能らしいです。そして使うのはまさかのテリアエンジン。低空比水力、そして絶対的な水力の低いこれをまさか使うとは。ですが、この機体構成とペイロードの場合若干普通が必要です。そこで私は考えました。すべてにおいてテリアを2倍に拡大したエンジンとほぼ同等のプードルエンジンならいけるんじゃないか、と。ついでにアドバイスでもらっていた V 字型の翼というアイディアもありがたく使わせていただきました。いやー、皆さんいつもたくさんのコメント、アイディアにアドバイス、ありがとうございます。おかげさまでパート50迎えられました。半年前の私じゃ考えられない状態です。年に3本ペースで投稿してた私が今や週1、2本ペースで投稿してるんですもん。やっぱりモチベーションって大事なんだなぁと痛感する今日この頃です。さて、画面の方ではプードルエンジン孵化してますね。テリアもそうですがこの辺のエンジンは待機中で使っちゃいけません。非水力が低すぎますからね。さっさと高高度まで上がればいいものを、なんとかパンサーの最大効率を出せる 800m/秒出してからとか考えながら、ゆっくり上昇しています。こんな飛び方してたら燃料がいくらあっても足りないねー。そして案の定というかなんというか、残念ながら私はこの工程では SSTO を実現できませんでした。現在エンジンと燃料を除いた重量は約6トン、この工程で上手にやれば届くはずなんですけどね。結局私にはどうやるのが正解か今でもわかってません。はい、つまり結果から言うとやっぱうまくいかなかった、って話です。どこかで計算間違えたのかもねー。しかしそうは言ってもこの飛び方でここまで来れたのですから上出来です。これをベースに改良を加えていきましょう。プードルがあまりにも非力すぎるので、スキッパーでも積んじゃいましょう。待機中の非水力はプードルよりはるかに高いし、重量が 1.75 トンから3トンに増えたことなんてきっとものともしないはず。待ち時間長いのも飽きてきたし最初からアフターバーナー。燃料消費が早い、知ったことですかそんなもん。力こそパワー、パワーこそ正義。大水力でペイロードを打ち上げてしまいましょう。スキッパーに噴火、これまでとは比べ物にならないほどの大水力で一気に駆け上がります。そのため向かい角は驚愕の50度。とりあえず上がってから水平方向へは加速します。炎天高度7万メートル突破。ランデルタ V 300メートル毎秒。これは、炎天加速してちょっと確かめてみましょう。これはまさか、というかこの時点でこれまでにない快挙、報告ツイート待ったなしです。さあ、噴射しましょう。うおお、やりました、ついにやりました。パンサーで、周回軌道、到達です。時にはやけくそも大事なんだねって誰かが言ってた気がするけど、私も今まさにそれを実感してます。まさかエンジンだけで3トンもある中段用エンジンの方が特性がいいとは。いやー、びっくりだねー。そして今、液体燃料が100ユニット余っている状況。わずか 3% の余りではありますが、ストックパーツの中でも高 TWR と、バランスの良い非水力が光るパンサーなら着陸できるはず。もちろん着陸時にはアフターバーナーなんて使いません。そんなもの使ったらすぐ燃料切れちゃうしオーバーランしちゃいます。いやー、これまで私着陸と言ったらアイランド飛行場滑走路手前に落っこちた悲しい着陸が最高記録ですからね。あれの再来になっちゃわないか不安です。しかも今回、手持ちの燃料ではおそらく5アラウンドする余裕がありません。一応知らない方のために説明すると5アラウンドとは着陸やり直しのことですね。ということはつまり、一発勝負なわけです。力
かもパラシュートは小さなドラッグシュート2つだけです。これは着陸後の使用前提で設計しているので実質ないに等しいです。つまりですよ。私に今求められているのは、まず精度の良いエアロブレーキング。これで KSC 滑走路手前まで飛んで、一発勝負のミス不可能な着陸を、確実に、正確に、パラシュートの助けなしで、私のプレイスキルのみで、これまで正確な着陸をしたことがない私の絶望的プレイスキルで、決めなければならない、と。いや、無理ゲーすぎません。っていうか KSC 当たり前のようにオーバーしてるし、もうこの時点で失敗確定じゃないですか。スプリットちょっと待った。それ以前の問題でした。後ろにタンクつけて重心位置変わったの完全に忘れてました。後で確認してみたんですが、案の定重心が空力中心より後ろに来てました。仕方ないのでやり直します。重心位置に注意しつつ、タンク増設してきました。離陸風景は変わらないので、カット。燃料足りませんでした。本来ならマニューバのためにあと500メートル毎秒は欲しいところ。最悪経路数で燃料補給するためそのために200メートル毎秒は最低限必要です。これは、さらに燃料タンク増設。でもそうすると特性がかなり悪化しちゃいます。そうだ、前回多分やらないって言ってたあの手法を試しましょう。透過式タンク。これならおそらく500メートル毎秒稼げます。そして何より安価なんです。エンジン積むよりはるかに安価、これはやるしかない、と、その前に、さっきの着陸のリベンジと行きましょう。酸化剤が大量に残ってるのでこちらを先に消費しなければなりません。つまり、状況はさっきより厳しいです。ですが、やるしかない。さっきので一つ、大気圏再突入する位置が大事という教訓を得たのでそれを元にマニューバ位置を調整しました。マニューバ実行して、再突入コースに乗ります。うまくいくかなー。まずは姿勢制御。とりあえず向かい角40度ぐらいで再突入してみましょう。一気に減速します。これで多分いい感じの位置に行ける、はず。行けなかったらその時はその時です。角度を調整して、いざ、再突入。断熱圧縮が始まるまで時間加速します。って、あれ。まずいですね。KSC よりはるか手前に墜落しちゃうコースです。どうしよう。あ、ここからずっとマップモードの切り替えが目まぐるしく続きます。何せ私も初めてなもので、マップとの兼ね合いがどうなってるのか不安なんです。見づらいですが、どうかご了承ください。走行行ってるうちにいい感じの高さまで降りてきたかな。ってまずいまずい、カービン8分の1周ぐらいこのままだと回らなきゃいけなくなっちゃいます。仕方ない、できる限り抗ってみましょう。バランス崩しちゃいました。でもまあ、この高度なら大丈夫です。放っておけばそのうち収まるでしょう。問題はそれよりも、どこに着陸するか、仕方がありません。KSC は断念します。この位置からならデザート飛行場の方が近いです。なんとか姿勢を安定させて、デザート飛行場に機種を向けましょう。そういえばこういう時に便利な機能が、なんとストックでサポートされてます。目標の飛行場をクリックすると、ナビゲーションを開始するコマンドが出てくるんです。そうしたら画面下のナビボールのように飛行場のマークが表示されます。あとはこれに向かって飛ぶだけ、便利だねー。ただ一つ不安なことが、今回私はデザート飛行場に斜め45度のアプローチをしています。おそらく滑走路の向きは東西方向なので、着陸直前に向きを変えてアプローチする現実の飛行機のような挙動が要求されるんです。この方式だと、最後の方向修正から着陸までの余裕があまりありません。じゃあ実際の飛行機はなんでこの方式を採用してるのか、ですって、知りません。多分あれじゃないですか、騒音問題を回避しやすくなるとかじゃないでしょうか。あるいは緊急時の燃料投棄ができる海の上を通るアプローチができたりするとか、さすがに多分何にも考えてないってことはないと思うんですよね。どなたか詳しい方がおられましたらぜひぜひコメント欄にて教えてくださいね。さて、そろそろ飛行場が見えてきました。めっちゃ見づらいですけどね。スロットルを絞り、一気に降下していきます。そういえば液体燃料使い忘れてたので使っておかなくちゃ。余計な重量持って帰っても仕方ないですからね。ただこの局面では残しておいた方が正解だったかもしれません。ちなみに撮影中の私は液体燃料のこと完全に忘れてたみたいです。さて、今のスロットルだとあと3分しか飛行できません。万事休すだねー。さすがにチキンセーブ取っときましょう。でも、できればこのセーブは使いたくありません。一発で成功させた方がかっこいいですからね。そしてさらに高度を下げていきます。ゆっくりふわふわと降下。ちなみに私の計算が合っていれば、この速度は現実の飛行機が着陸寸前に取る待機速度よりちょっと速いぐらいです。本来ならこれの3分の1の高度になってからこの速度にしても、多分問題はないと思います。ただこの機体はタイヤが小さいですからね。ブレーキが効きにくいと思うので相当な低速で進入した方が良さそうです。
さあ、もうそろそろ問題なくビジュアルアプローチができそうです。まさかの南北方向の滑走路だったので、滑走路の北からのアプローチを試みます。もう残りデルタ V は 200m/h 切りました。本当に万事休すです。うわぁ、この状況本当にゴーアラウンドできなさそう。初めての試みですが、この状態から滑走路に正確に合わせられるよう細かく調整していきます。もうちょい左からアプローチしましょうか。よし、旋回。フライバイワイヤー制御のおかげでかなり安定しています。まだもうちょい左。現実では溶ダンパーで操作するらしいですが、私の技術では無理なので素直にロールで位置調整し、やばいオーバーランする。このまま高速着陸します。マニュアルフルブレーキ。止まらないと思ったらスロットル切り忘れてました。やっぱりオーバーランするか。滑走路まで戻って回収します。本当にギリギリで、着陸した瞬間燃料切れましたね。はい、燃料タンク増設してきました。上に乗っかってるやつがそうですね。こんだけつけても、燃料代1万だけで行って帰れるって言うんですからすごいものです。燃料タンク分離。よっしゃ成功。失敗するとタンクが爆発しますが、まあ本体に影響ないし平気平気。周回軌道到達。メックジェブ先生の自動操縦やサスはフライバイワイヤー制御と競合するので、必要な時だけオンにしてあとは切るようにしています。高度5万メートルぐらいまで上がってきたら多分サスに切り替えていいと思います。そしてデルタ V が足りない。シレット中型に変更してたタイヤを小型に戻したところ、300m/h 弱のデルタ V が残りました。ちょっと液体燃料と酸化剤の比率を変えたので酸化剤の方が残っちゃいましたね。うーむ。ちょっとこれは先っちょに液体燃料タンクを増やした方がいいかも。でももうやっぱりこれで完成でもいいかな。この感じなら経路スまではたどり着けそうですし。よし、ランデブーするまでカット。経路ス到着。実はちゃんとドッキングポート積んでるので、普通にドッキングできます。そして十分量の RCS 燃料も積んでます。そのあたりは抜かりないけど実は電力の供給源がないっていう。電池で賄ってます。ちなみに十分すぎるほど積んでるのでこれ以上ソーラーパネルとかつけなくても普通に多分大丈夫です。さあ、ようやくドッキング成功。慣れない SSTO のドッキングなので手間取ってしまいました。でも、やっぱりいいね。宇宙ステーションに SSTO がドッキングしてるのってなんかワクワクしませんか。準備万端、みたいな感じがして。さて、それじゃあ燃料供給して帰りましょうか。と思ってたんですが、なんとなんと、大事なことを忘れてました。実際の遭難艇を確保できるか試験してない。この時の私はそんなこと完全に忘れてたので、次の打ち上げで試験するとしましょう。さて、こうなってくると、多分もう大きくスタイルが変わることはなさそうですね。じゃあこれからはコードネームではなくしっかりした名前をつけてあげることにしましょう。そうですね、ペイロードがある意味驚愕のレイトン、これ以上小さくならないことにちなんだ鳥の名前。開発コードネームウグイス、今から君の名前はブルーベリー QTSTO、豆ハチドリですよ。豆ハチドリというのは世界最小と言われている鳥で、その体重は 2g だそうです。小さいながらもホバリングなどの高く洗練された技術、そして何よりその愛らしくて可愛い小さな姿にあやかることにしました。私の TSTO、豆ハチドリちゃんも小型で非力なことなんてものともせずに大活躍してくれますようにってことですね。さあ、それじゃあ豆ハチドリちゃん、今度はしっかりと KSC に着陸しましょうね。さあ、再突入スタート。向かい角は気持ち控えめにした方がいいのかな。相変わらず届いてないですね。かなり予測効果地点が先になるようにマニューバ設定しましたが、まだ足りなかったようです。ごめんね豆ハチドリちゃん、お仕事が増えちゃったよ。小さめの向かい角で揚力を発生させ、なんとか遠くまで飛べるように工夫してみます。熱ゲージが出てるけど多分大丈夫だよね。まあ割と速い速度で再突入してるので仕方ないか。それにラジエータ積んでないし、こうなるんだったら積んでおきたいところでしたが、積んだらそもそも軌道まで上がれないのでやめておきます。ここは降下率を緩やかにして耐えればいいだけの話ですし、そしてどんどん降下していきます。ようやく断熱圧縮が終わりましたね。ただこの高度から手前に見える山脈を越えるというのはなかなかに厄介ですね。速度を出しすぎると燃料が足りなくなり、出さなすぎると激突します。酸化剤を使い切って身軽になったので、このまま山脈までゆっくり滑空していきましょう。滑空してきました。2000メートルも上空を通過していきます。うん、普通にあと1000メートル降下しても問題なかったですね。そろそろファイナルアプローチ。微妙に滑走路と軸がずれているのでちょっと修正しましょう。本当ならこんな地表スレスレ飛んじゃいけないんでしょうが、私はそんなことには構わずスレスレを飛んでいきます。さて、ラダーでちょっとずつ修正。なかなかに難しい。本当にこのやり方で合ってるんでしょうか。諦めている論で調整します。
さあ、緊張の一瞬。ちょっと高度高すぎるかな。滑走路入った瞬間着地したいですからね。スロットル絞りすぎたのでちょっと加速。やっぱ減速。ああ、またオーバーランコース。ここまで来たらとにかく着陸します。豆ハチドリだからこそできる軌道。着陸時にちょっとお尻こすっちゃいましたね。RCS スラスタがなくなってます。さあ、フルブレーキ。タイヤのブレーキはあまり強くないものの、軽いためドラッグシュートはしっかり効きます。ほら、もうほぼ完全に停止。回収して回収してきます。先端に液体燃料タンクを増やしてきました。わずかな量なので飛行特性に影響は多分出ないと思います。燃料増やした割にデルタ V が増えない。なんでだろう。それになんかフライバイワイヤ制御が私の操縦に反抗するんですよね。なんか設定おかしくなっちゃったのかなぁ、と、この時機体の開発と動画の編集でぼーっとした頭で私は考えてたんですが、原因は設定とかではありませんでした。原因、皆さんもちょっと探してみてください。はい、見えましたね。プレイ中の私、思わず飛行停止してしまいました。ギア出しっぱなしじゃん。それに遭難艇を模した機体もさっきは作ってませんでした。ほんと、何しに行ったのやら。まあいいや、とりあえず遭難艇は打ち上げの間に組み立てておいてもらいましょう。はい、バッサリカットして遭難艇までやってきました。まあ、テストなのでこれ誰も乗ってないんですけど。そしてグラビングユニットで掴めるかどうか、いざチェックと行きましょう。正直これ、めっちゃ操作がシビアです。よし、成功。そう、なんでシビアかというと遭難艇をどこにもぶつけられないからですね。遭難艇にサスはあるかどうかわからないので、ない場合を想定しているんです。軽くぶつけただけでどっか行ってしまうのでめっちゃ注意しとかないといけないってわけですね。さて、用事も済んだので再突入。途中でうっかり機体の操縦の中心パーツを変更してしまったせいで、デルタ V を無駄に消費しちゃいましたがカットです。そして、だいたいいい感じの位置に行けそうな軌道ですね。遭難艇がカーボからはみ出してるけど問題はなさそう。やらかしました。今度は KSC 通り越しちゃいました。仕方がないのでアイランド飛行場への着陸を試みます。正直高度が高すぎるのでこれもかなり難しいですけどね。一気に低空まで駆け降りて空気抵抗で減速しましょう。降りるついでに滑走路と進行方向の軸合わせもやっちゃいます。これパッと見た感じ効果率エグいことになる効果パスだなぁ。まあいいや、あそこしかないんだし文句言わずに高度落としていきましょう。減速しきれるかなぁ。とりあえずギリギリまでエンジンは使いません。高度を下げることが先決です。ただ機種を下げすぎると海面に叩きつけられそうで怖いんですよね。まあ7000メートルも高度あるしちょっとぐらい降下しすぎても大丈夫か。さあ、そろそろいい感じの位置に来ました。これ目視で軸合わせるの難しいんだよな。もうちょい右かな。これの対策でキャリアのワールドでは旗立ててあるんですが、こっちでは使えません。まあキャリアでもアイランド飛行場には立ててないんですけどね。さあ、なんだかんだ言ってる間にいい感じに降下できてきました。ただ、まだまだオーバーランコースにいますね。もっと機種を下げないと、墜落まがいな軌道でアプローチします。さあ、タッチダウンなるか。軸が合わない?まずいゴーアラウンド。このままだと爆破落ちになるコースだったのでさっさとゴーアラウンドします。ギア収納、滑走路の長い KSC に今度は低空からアプローチしてみます。液体燃料は残り100、十分何度でもゴーアラウンドできそうな残量です。相変わらず高いんだよな私のアプローチ。墜落怖い、が先に来るのでどうしても高度を下げられないんですよね。RCS スラスター、もうこうなったら壊れるのがデフォルトってことにしちゃいましょうか。さて、なんとかタッチダウン成功、ドラッグシュート展開、ミッション成功です。よし、それじゃあようやくですね、キャリアのワールドで豆ハチドリ初飛行です。救助ミッションを受諾しましょう。契約受注。研究開発センターでいろいろ解放していきます。航空機系統は長らく手をつけていませんでしたからね。あともう一つ、グラビングユニットなんですけどね。普通に私の勘違いでした。まさかの劣化版と同じ項目に先進的グラビングユニット、ありました。ということで晴れて使えると分かったので裏でその部分だけ乾燥しておきました。ってことはプリークスケール適用した RCS スラスター以外豆ハチドリはストックで完成。ってことですね。ちょっと嬉しいかも。あれ、なんか狭い。まあいいか、さっさと打ち上げてしまいましょう。パイロットはバレンティナです。ちょっと、滑走路。ああね、そういえばアップグレードしてなかったね。SSTO なんてまだまだ先の話だからねって言いながら放置してました。はい、アップグレード、レベル2になりました。滑走路がなんだかいつもと違う感じがしますね。まあ、そんなことは気にせず打ち上げていきましょう。ブルーベリー級 TSTO 豆ハチドリ、いざ初フライトです。
向かい先を大きく取り、一気に上昇していきます。最初からエンジンのアフターバーナーモード、そうしないと風力不足で登っていけません。上昇短期投下、すっきり成功しました。向かい角を回復させ、まだまだ上昇していきます。マニューバまでの待ち時間が長かったので、ケイロスヘ放慢遷移してみたのはいいんですが、まさかの放慢遷移軌道から遭難艇に放慢遷移したら短い時間で済みそうです。マニューバまでの待ち時間に裏でパーマル使って金策していたら、面白いミッションを見つけました。早速受注したのはいいんですが、なんと私にとってはかなり遠い場所に行かなければならないみたい。パーツの回収っていうミッションなので、豆ハチドリで行こうかと思ってたんだけどなぁ。あ、でもいい方法思いついたかも。これはパート51の内容決まったかもねー。ちなみにこのアイディア、なんとあの軌道に豆ハチドリを送り込めるかもってアイディアです。どうやるか皆さんも予想してみてくださいねー。まあ、考えるまでもないかもしれませんが。そして今は待ち時間のパーマル。旅客ミッション受注するだけしといて打ち上げ忘れてたのでやってます。今回は科学者を乗せず、資金のみの調達です。ただ資金の調達に資金を10万も使うのはバカらしいので現在ちょっとしたアイディアを温めております。パート60から70あたりで実現できたらいいなぁ。長い待ち時間も潰しきったのでようやく救助。そういえばメックジェブ先生積んでたので完全ストックじゃないのか。まあなくても技量さえあればなんとかなるってことでここは多めに。見てもらえませんかねー。そしてなんとビジュアルオブザーベーションのサイエンス回収に成功。そういえばそんなのあったねー。減速するための燃料が足りなかったので、かなり長いこと大気圏再突入に時間がかかるコースになりました。ここまで長いとどのくらいで降りられるのかわからなくて困っちゃいます。そしてこれはもしかしてやらかしちゃいましたかねー。多分このままだと KSC 上空通過コース。なんで私の実況ではいつもこうなのさ。キャリアになった途端に失敗しちゃいます。ああ、KSC が遠ざかってゆく。向かい角90度でも減速しきれないか。悪あがきしてみることにします。スプリット S で高度と速度を両方下げます。と、この時の私はこの方法を採用したわけですが、多分逆向きの宙返り、インメルマンターンをした方が良かったねー。スプリット S だと高度が下がってしまうため滑空できる距離が短くなっちゃいます。ここはインメルマンターンで高度を稼いで滑空距離を最大化するべきでした。この判断ミスは後々大きな影響を与えてきます。はい、5分ぐらいカットしました。そして影響、出てきましたね。ここで燃料切れ。KSC まではまだまだ距離があります。インメルマンターンしてればもうちょっと遠くまで飛べたかなー。大幅に失速したためピッチアップすらできずに墜落。幸いクルーが乗っていたパーツは無事なのでこのまま回収します。帰ってきた資金は17000ちょっと、稼いだ分が全部パーです。まあでもエンジニアゲットできたので良しとしましょう。また今度ケイロスに行ってもらって建造速度を上げることにします。ということで、今回めっちゃ長くなっちゃいましたがこの辺りで締めることにしましょう。背景の動画は裏でやる予定だったテストミッションの期待があまりにも不格好だったので流してます。で、今回、多分やろうと思えば4、5パーツ作れちゃいそうな内容を1本にまとめたのでだいぶ長くなっちゃいましたが、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。いつもコメント欄などでアイディアやアドバイスなど書き込んでいってくれる皆さん、ありがとうございます。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。系外惑星探査計画はまだまだ続いていきますよー。